はい。ということで、一週間の今回出張だったんですけど、今、仕事終わって、まぁ、ちょっとホテルでゆっくりして、シャワー浴びて、帰り自宅したところです。で、こういうのね、今回ね、洗濯大作戦本当に大成功で、2着分で、もうローテーションしまくりで、なんとか行けたんで、あとはね、行きは、そう、行きはね、行きはこの、川流、一発で、全部荷物持ってったんですけど、まあ、帰りはちょっと、いろいろ買い出したものとかあって、まあ、例によってこの、イケアのバッグに、ちょっとこれをね、電車に乗るの若干恥ずかしいんですけど、まあ、これに乗っけて、帰ろうと思います。夜景も、見納めです。なかなか景色がいい、部屋だったんですけど、また来月やっていきたいと思います。もう決まってるっていうね。ということでもうあっさり空港に来て、これからどうしようかな。もう若干1時間ぐらい時間が空いてしまったので時間を潰します。何これ、2階にビッグカメラがオープンしてます。10時前だからもうやってないけど、ちょっと今回1回もラーメン食べてないことに今気づいたけど、どうしようかな。食べたいけどここで食べるとちょっと体調崩しそうなんで我慢しようかな。食べないっつって一周ちょっと回って悩んだんだけど、完食してしまいました。さあもうじゃあ早々に、税関通って帰ろう。なんか思ったより空いてる気がします。毎度ギリ眠いです。めっちゃ眠いです。撮影してたらお姉さんにちょっと笑われました。深夜便フライトなくなっちゃうの本当ちょっと残念だな。やっぱり平日中日のフライトいいですね。めっちゃガラガラだし、カスタムも5分ぐらいで抜けれた気がする。最近はねもう本当川流1個で手ぶらで来たんですが、帰りはちょっといろいろお土産とか増えたんで、例によってイケアバッグを忘れずに回収しなければいけません。これです。そもそもこの IKEA に入れてる人そうそういないと思うけど、ここにモビロンバンドで、止めてあるんで確実に僕のだと思います。中身なんだってすごい怖い顔で問い詰められました。ロングタウンパーキングが出国する側の、ターミナルからしか行けないんで、もう一回上に上がって出国するエリアに行きます。ここら辺でカートを一回回収しないといけない気がする。これになんとか乗りたいです。待っててくれた。さあパーキング確か5階だった。
あれだよね、確か 5B だよね、5B。 いやー、あった、無事ありました。いやー、もうなんか慣れてきた、このパターン。ということで荷物もね、少ない、荷物が少ないって素晴らしいですよね。だいぶ旅慣れしてきた感がある。これでもうバッチリ。この全く役に立たない、なんちゃって何も入ってない防犯カメラ、これ本当に意味ないんだけど、おまじないにもなってないって。今回の出張も無事家に戻ってこれました。いやー、ということで無事帰ってきました。荷物少ないから開封も楽でいいですね。ということで、出張1週間行ってきました。いやー、今回はね、ほんといつもの出張だとあんまりなんかもう出張中結局イベントがなくて動画上げられなかったことが多かったんですけど、あの横須賀行ってドローン2回も飛ばせたんで、ぜひまだ見てなかったら、あの日本での空撮動画の、面白さを、体感してみてください。あとはもうあれか、明日 PSVR 発売、僕は無事発売日にゲットできるはずなんで、ちょっと最近ね、あのしまい込んでいた PS4 をセットアップし直して、明日にこれから備えたいと思います。あの今回あの iPhone7 Plus と DJI Osmo で動画撮るって最初の頃宣言してたんですけど、あの途中から若干あの怪しい雰囲気が出てきて、YouTube のコメントなどでも皆さんご指摘があったんですが、なんと